ンポン。順当な順位ですね。ゆかりに負けた神に感謝。うん、みんなありがとう。何してんのお前。え、人気投票、お前しかいねえじゃねえか。はあ、この元ネタ知らないとか。あかりちゃんは今まで鼻毛神拳の修行をしたことない人ですね。んなもんねえよ。なんやねんそれ。ちぇ、しゃあねえな。仕方ないから今回はボーボボの伝説をあかりちゃんにお伝えしてあげましょう。うわうっざ。まずあの人気投票、ボーボボでも有名なネタですね。そうなんか。元ネタはこちら。へえ、ちなみに、これをやったのは連載3話目ですね。狂気やろ。アニメも放映され、大人気の作品でしたが、ほう、当時のボーボボのアニメを見た PTA が大激怒。こんなの見てから頭がおかしくなると言われ、その結果スポンサーがいなくなり、でもなぜか半年放映をしたという、いやー伝説ですよね。ほんまやな。リスペクトでとりあえずアフロに塗っときますね。スーマくん頭につけんな。風評被害も甚だしいわ。てかなんで急にこんな昔の漫画の話始めたんや。いやー実は先日の M ステにボーボボが。いや何しとんねん。面白かったらチャンネル登録してな。